地域に根ざした独自のものづくりに取り組む県内企業に贈られるものづくり大賞長野、茅野市の高島産業がグランプリに輝きました。イエスものづくり、今回はものづくり大賞長野2013の表彰式の模様をお伝えします。ものづくり大賞長野は県内の経済団体や信州大学、県など産学官のメンバーで構成されるものづくり長野応援懇話会によって選ばれます。今年は24社がエントリーしました。ものづくり産業はやっぱり長野県の基幹産業ですから、やっぱりどんどん発展をしていただけるようにしっかり応援していかなきゃいけないと思ってます。会場では今年度創設された優れたものづくりの技術を県が認定する長野ものづくりエクセレンスの認定式も行われ、須坂市のオリオン機械など18社の技術や製品が認定されました。そしてものづくり大賞長野のグランプリの発表。今回のグランプリは高島産業さんです。グランプリには時計用微細精密加工技術を基盤に、さまざまな加工技術を自社開発した茅野市の高島産業が選ばれました。より細かい、あるいはより精度の高い、あるいはより特色のある部分をですね、どれだけ日本がこの極められるかと、こういうのがこれからの海外の競争で勝つか負けるかの勝負どころになると。ものづくり大賞長野は長野県の製造業を育成し、地域のさらなる発展を応援します。長野県のものづくり産業、ますます世界の中でもですね、しっかりと足場を築けるように取り組んでいきたいと思います。